引き続きましてですね 3DCG アーティストのためのスモーク2013と称しましてですね再び藤田に話をしていただきます話をしてもらいます オートデスクはですね、マヤーや 3DSMAX ソフトイマージなどです、ね、非常に優秀なですね、プロフェッショナル向けの CG ソフトを持っておりますこちらとのやっぱり連携というのがやはりオートデスクの特徴かなとも思います非常にパワフルなですね、合成が可能になっておりますがそちらのですね、作例も見ていただきましょうそれでは再び藤田さんよろししくお願いい、ます。はい、よろしくお願いします で今度はですね、あのー、視点を変えてというかアプローチを変えた形でスモークの方をご紹介していきたいと思うんですね。えー、普段 CG をメインでされている方にとって、まあ、スモークってどうなのっていうところで、えー、ご紹介できればなというふうに思っています。こちらもですねまずカンパケのムービーがございますので、えー、こちらのムービーの方からご覧ください。<noise> E 作られたで、ねまあ、ハッチスタジオっていうところとあと本社の、えー、オートデスクで作ったショートムービーになります。 でえー、とじゃあ始めていきましょうということなんですけれども、新自体はです、ねまあ、エコアンテから起こしてて、CG 自体は 3DSMAX のアプリケーションで全部キャラクターとか背景とかも作ってるんですけれども、えー、た形になりますでちょっとじゃあ、これ1個だけ挟ませてもらいますけれども、CG やってる人から見て、ですねスモークってどうなのっていう優位性のところを挙げるとすれば、ですね、まあ、大きく5つあるかなということが考えられます。の から来てますので編集エディティングの部分が強いよえこれ今日も何度もやってますけれどもタイムライン上からレイヤーベースの合成エフェクトっていうものがかけらというプラスこの2013ではノードベースの合成ですねフレームでいうところのバッジ SMOOC のコネクト FX も搭載されてきてますのでそういったノードベースの合成というのもできますそして FBX ももちろんサポートしていますのでそういったよ,よりですね CG との親和性連携っていうの ものも強いかと思いますで最後にオープン XR ですねこちらのオープン XR のビットデプスの深いものでもワークフローを組むことができますよということになっています でえー、じゃあちょっと素材を取り込むところからこちらは見ていきたいと思いますね、えー、同じようにメディア、えー、ハブの方からアクセスしていきますとブックマークつけてるのでレンダリングしたショットがこちらの方に見えてきてますね、えー、今見えてきてるのが SC040 っていうショットになります。 それぞれですねこれも同じようにダブルクリックすると左側右側ですねプレイヤーが出てきますのでどういったものかなっていうのを確認することがもちろんできますけれどもキャラクターとそれから背景の部屋の部分とそれからその外に来る背景とオクルージョン等といった別々のレイヤーでですねレンダリングしてもらったものになりますね CG 通常こうレンダリングしてもらうと連番ファイル t i f とかタルガーと オープン XR とかっていっレンーファイルでレンダリングするような形になると思うんですけれどもインポートの仕方とかも。あの ビデオとと同じようにです、ね、行うに行ことができますドラッグアンドドロップであのインポートしてというような形になりますがフォルダ以降じゃあ追加しておきましょうインポートというフォルダを作っておきますここに取り込んでいくんですけれどもそのままレンダリングしてもらった解像度ビットデプスフレームレートで取り込むこともできますしここで,です、ね、例えばちょっと16ビットもいらないよということであれば8ビットに落とした形でリサイズした形で取り込むこともできます。 でここでちょっと1個だけ触れておきたいなと思うのがこのインポートする時のオプションとしてですね「クリエイトマットコンテナ」っていうボタンがあるんですねこれ今オンになってるんですけれども何にもない形で取り込むとどうなるのかっていうのを見てみましょうね1個ポーンと取り込みますでインポートというフォルダーの中に出てきたんですけれどもここを見てみます 今,ですね、今のオプションをオフにした形にするとフロントマットという形で分かれた状態セパレートした形でクリップを取り込むような形になります。でこれに対してです、ね、こちらのクリエイトマットコンテナコンテナの形で取り込むよということであればアルファチャンネル付きのクリップとして取り込むというような形になります作業に応じてここ切り替えていただければいいと思うんですけれどもそういったオプションの違いがありますのでご紹介しておきました。 今、6コードですね、取り込みましたよという形ですね。マットはこの中のクリップの中にコンテナの形で取り込んだ状態になっています。もうワンカットほどですね、見てみましょう。今度は o p e n x r でレンダリングして、マルチチャンネルですね、中にいろんなチャンネルをつけてもらったような形のものなんですけれども、これもですねクリップの方を ズームして見てみるとですね、えー、右下のところにマルチっていうアイコンが付いていますで、ここのマルチのボタンのとこをね、ダブルクリックして 開いてあげるとですねこのマルチあのチャンネルついているクリップの中のチャンネルっていうものを展開した形で見ることができますクリップを丸々ポーンと取り込むんではなくて、まあ、この中から必要なチャンネルだけ選んで取り込むっていうこともできるような形になっていますねここはフォルダーの方を分かれてじゃあもう1個追加してみましょうでここでですね今普通ののレンンダリングしたものと 例えば、えーとまあ、コンポジットでよく使うものをですね代表的なこうベロシティのモーションブラーをかけるような Z デプスとかっていうものだけをちょっと取り込んでみましょう、はい、今3個ほど、えー、取り込んだ状態ですね、えー、なりますので、えー、じゃあタイムラインの方に戻って実際の作業のを進めていきましょうちょっとあらかじめ、えー、シーケンスで時間がないので追加したものがあるんですけれども、えー、例えばですね今最初に取り込んだ6 あのレイヤーほどで取り込んだものをこう縦にこうタイムラインの中からつなげてますのでこれ1つずつ見てみると一番後ろに来る背景の素材それから部屋の素材部屋に対してのオクルージョンですねアンビエントオクルージョンそれからキャラクターが乗ってきてキャラクターのオクルージョンあとハイライトの部分っていうね個別にレンダリングして個別に分けてもらってますのでこういった形で立てていってそれぞれのレイヤーに対してタイミングであったりとか色の調整であったりとか っということとを個別にできるというような利点があるかと思うんですけれどもこういうふうに縦に積んでいく方法でこれをですねまあ先ほどもあのデモンストレーションでやりましたけれどもまとめてですねコネクト FX に持ってってあげるとそのままですねアクションという形のノードペースに変換もしてくれますのでこの中でさらに深くコンポジットしてっていうようなこともこれからあの併用して行うことができるような 形になっています。で、ここではですねこのままにしときましょう。ちょっと違うカットを使ってやっていきたいと思いますねこちらのオープン exr の。 レンダリングしてもらったもののデータを使ってちょっと見ていきましょう。ここもですね、シーケンス自体はちょっと軽めに8ビットで構成しているんですけれども、この素材のオリジナルのデータ自体は16ビットのフローティングポイント持ってますので、ここにも自動的にリサイズのエフェクトっていうものが入っています。ただです、ね、この中から コネクト FX にちょっと入っていきたいと思うんですけれどもオリジナルの素材で入ることができますのでシーケンス自体は8ビットなんですけれどもこの中の処理は OpenXR16 ビット使った状態で処理を行うワークフローを組むっていうことができますよということですねここでですねちょっとコネクト FX でいくつか処理をしていきたいなというふうに思いますちょっと代表的なところでこれさっきもやったかなブラウをちょっと追加してみましょうとか でこんな形でですね原因もちょっとキーはいらないので切っておきますけれどもこんな形とかそれからちょっとじゃあスタイライズって絵が変わりやすいので分かりやすいところをちょっといくつか追加してみますねでこちらもですね。 ダブルクリックすると下にメニューが出てきますけれどもここからタイプを選ぶこともできますしプリセットの中に入っていただくとあらかじめ用意したものがいくつかありますのでこの中から選んであげるとコミック調であったりとか例えばこんな形のニュースペーパーのエフェクトであるとかっていうのが簡単に組めますでもう1個ぐらいですね何がいいかなもう1個ぐらいじゃあバンプ。 おこれはノードの入り口が2つあるんですね2個追加してあげると今バンプディスプレイスっていうことでちょっと強いので下げましょうかうんと、ね、こういう効果っていうものもくらいかな 行いますっていうふうにですねノードをつないでいくことで、まあ、自由にですねエフェクト組んでいくことができるわけですねで組んだものを他にも使い回したいんだよということがね当然あると思うんですねそういった時にはまとめて例えば3つほどこのものをですねじゃあグループにしてあげましょうなんて一塊にすることもできますねこれで見ていくとこんな形でエフェクトがついてるんですけれどもこの中にですねさっき作ったものがあるの。 でえー、ここのセットアップですね例えば仮にですけれどもここのユーザープロジェクトをそれぞれでも出すことができるんですけれども今のセットアップつないだものを保存しておく一時的に保存しておくことができますので例えば他のカットに対しても同じような処理を割り当てたいよっていうような場合にはこのクリップに対してもこのノードをじゃあ使い回してあげてというような風に。 えー、組んだものですねいろんなとこに使い回しできるっていうようなこともありますでグループ自体はダブルクリックするとその中に入ってきますのでそこのパラメータを調整してあげてというようなことができるわけですねこれはグループはいいので解除したければアングループというような形になっているかと思いますでここではですねせっかくさっき読み込んだ o p e n x r のデータがありますのでそちらの方を使ってですね 見ていいいきたいと思いますね間違えちゃったこっちですねちょっとベロシティと z d、まあ、Z デプスの方からいけましょうかこういった形であるんですけれどもちょっと一回補正を先にしてあげてですねこんな形になってこのぐらいで切ってあげるとこれで奥行きを表現したチャンネルを読み込んだ形になっていますこれもよく使うと思うんですね テッ,ップソーブフィールドを、ね、うっとよいしょつないであげて、A、フロントと Z のチャンネルにつないであげるだけでいいわけなんですけれどもちょっともう このぐらいかなで右側に出てるのがこのフォーカスを合わせるあのところになりますね今黄色のラインにあのピンが合うような形になってますのでここからこのエリアに対してフォーカスを合わせますよっていうこうビジュアルで表現してくれるので非常に分かりやすいかと思うんですけれどもこういったあの Z デプスのようなポスト処理っていうものも簡単に行えます。でもう一個ですね、えー、じゃあモーションブラーを 使ってみましょう、えー、これもですね、えー、今、動き自体がこういう、まあ、レンダリングしてもらった、えー、動きのチャンネルというものがありますので、えー、こちらの方をつないであげてでメニューの方を調整してあげるとでよ、ね、いっしょ、混んでみ,てみるでかすぎるこれくらいにしてスケールもちょっとすぎて青だと見にくいか。何色にした で今、あの画面上で右側に矢印が出ているのがお分かりいただけると思うんですけれども今、ベロシティのモーションのチャンネルをもとにです、ね、動きがこういった動きになってますよというのを表しています。でこの動きに対してモーションブラーをかけてあげてということですね。 ととちょっと強すぎるのでこのぐらいにしておきますけれどもえこういった後での処理とかっていうものも CG の人からレンダリングしてもらえばえ簡単につけることができますしもしなかったとしてもですねえこのコネクト FX の中にモーションアナリシスっていうようなノードもありますので通じの映像から動きのデータを解析してえーモーションブラーをかけるっていうようなものも揃っております。ここののカットもちょょっとこのぐらいにしましまう ですね、利用した形になっていますでもう1個ですね紹介していきたいなと思うんですけれども、ね、どこにあったかというとちょっと待ってくださいねこれかシーケンスで開いてみましょう今これ最初にやったレイヤーなんですけれどもちょっとセットアップの 組んだ状態がありますのでこちらの方でご紹介したいと思いますコネクト fx の中に入っていきますね これを最初に見せたかったのではなくてこれを見せたかったんですけれどもえコネクト FX のアクションの中では FBX も扱えますよということを申し上げましたでえ今 CG の方でレンダリングしてもらったシーン自体というものもありますのでそこの部分からですね FBX 経由でジオメトリーをもらってきたというような状態ですねまあテクスチャーは貼ってないというような状態なんですけれどもエスクマティックで見るとまあシンプルにしたかったので1個にマージして もらった形で読み込んだ形になっています。で、これですね。えっと、ワイヤーフレームで見てみると。 分かりやすいと思う後ろに絵を置いてある状態ですね。これあのフレーム進めてみても分かると思うんですけれども CG のシーンそのものを持ってきてますのでカメラのデータも吐き出してもらっています。CG のカメラから撮ったジオメトリーを空間の中に置いただけなので完全に CG とこのスモークの中で持っている環境というものをカメラマーチした状態再現した状態でこの中に取り込んでいるのがお分かりいただけるかと思いますね。こういうい連携ができ できますよということを踏まえてですね、えー、とこれじゃなくてどこを見たかったかというと1回ワイヤーフレーム切りましょう。でこのシーンの中に例えばですねライトを追加してみます。 で今あのオブジェクトの後ろの方に光源を置いてるんですけれどもボリュームライトっていうことで今例をこう発生されているわけなんですねで当然この光源も 3D の空間に置いてますのでこういう光の効果っていうものを再現することができるわけですね 2D、まあ、的にもちろん処理することもできますけれども FBX のオブジェクトでもらってあげるとこういうような光が回り込むような効果っていうものもこのアクションの中で再現できす。 再現することができますでこれを何にじゃあ使うのということになってくると思うんですけれども FBX もらったってレンダリングした絵なんてそんなにきれいじゃないじゃんっていうようなことあるかと思うんですけれどもこれをですね、まあ、コンポジットする際にあの、まあ、素材としてこちらで作りたいというか欲しいなっていうような場合にですねこちらのアクションの中はですねメニューが出てこない。よいしょ ですね、アウトプットがですね、まあ、普通のコンポジットだけを選ぶだけではなくてその他ですねマットだけを出力するとか z デプスを出力するとか、まあ、複数の,あの出力を出すことができるわけですねでここの中からですね、えー、せっかくライトを歌えたもののライトの要素だけをこうあの欲しいなというふうに思うのでジオメトリーの方だけはもう,こう隠した状態でライトの,その加味した状態のライトっていうものを こういういうにレンダリングしてレンンダリングというかアウトしてあげるとこの素材を使っていくことができるわけですね。でこれにからこれを加えてあげて。 まあ、ブラーも加えてっていうことで、えー、他の素材でまたさらにアクションで組み合わせてっていうことですとまあ数字のペラッとしたものよりもよりあのマッチした状態で、えー、こういった効果あの光の効果とか何というような要素を足していくということが、えー、FBX を使うう利点かなといいううに思います当然ですね CG と連携しているとですね、えー、ここちょっと直していようっていうようなリテイクの作業当然入ってくると思うんですけれどもその度ごとに 本当に CG の人に、えー、作り直してとかレンダリングして もらい直してとかっていうような言ってこいの作業がすごく増えるとそれにかかるコースとか、まあ、時間っていうのは非常に多いと思うんですね。そこの部分をまあ C.G. の人からまあ H.B.X. あの全部ってやる必要はないと思うんですけれどもある程度のことをもらうことでコンポジット側スモーク側でカバーできる部分作っていけるエレメントっていうものも多いかと思うのでその辺のところの作業効率って言った意味でもここの連携っていうのは非常に強いんじゃないか。 なというふうに思っています ACG の人とかにもぜひですねスモークの方を使っていただければなというふうに思いますというところでえっ、ー、とこちらのデモンストレーションの方を終わりにさせていただきますありがとうございました